こんにちは、竹丸です。この前洗車機で洗車した時にですね、プリズムコートっていうコーティングを保護するコーティングやってもらったんですけれども、ちょっと翌日雨降ったので、今日またちょっと洗車ですよね、ちょっと水のこう弾き具合撮影しましたので見ていただきたいのと、あとどれぐらい輝いてるのか自己満足みたいな動画になってしまうんですけれども、奈良川の直線ちょっとビューって走ってきますね。どんな感じで光っているのか一緒に見てください。洗車機コーティングした後、雨が降っちゃいまして、めっちゃめちゃ降ったわけではないんですけど、こうパラパラという感じで雨が降って、結構雨じみになってるんですよ。これがプリズムコートだとこうサッと落ちるのか、ちょっと試してみようと思います。この辺もいっぱい雨じみ、プツプツの雨じみですね。この辺ひどいですね、雨じみ。窓ガラス見てもらったら分かりやすいかな、雨じみがいっぱい。この辺の方が分かりやすいですかね、雨じみがいっぱいついているのは。じゃあまずプリズムコート の撥水力からちょっと見てみましょう。おお、いい感じですね。どれぐらい持つのかですよね。お、割に水流しただけで雨じみ消えますね。雨じみ分かりますかね。もう割と水流しただけで雨じみ落ちます。すげえ。あ、でもあとは完全には消えないですね。じゃあちょっと水洗いだけしていきましょう。ぬるつるです、ぬるぬる。めちゃくちゃ手冷たいです。やっぱり冬場は洗車機が一番ですね。どうでしょう、すげえいい感じになりましたね。雨じみさっと落ちました。ちなみにプリズムコート、さっき洗車したばっかりなんですけれども、こんな感じで、すごい鏡みたいに景色が反射する感じになってます。ちょっとですね、もう日暮れの早くなって、今めっちゃ逆光なんですよ、撮影するポイントが。どうしようかな。直線じゃなくてあっちへブーって走っていって、ちょっと見てもらいましょうか。上に走ってる橋はダミハヤ大橋ですね。ちょうど7番の 赤い橋はもう逆光になっちゃってるんですよ。ほら、めっちゃ逆光になってるでしょ。だからこっち側向いてちょっとぐるっと回ってきます。すいません、なんか今日自己満足動画になっちゃいました。ごめんなさい。もうなんかめっちゃもうええ感じなんですよ。ぬるつるつるみたいな感じで、ぬるぬるつるつるする感じで、すごい輝いてくれてます。あ、水がそれではすいません、今日は簡単なんですけれども失礼させていただきたいと思います。